うことで君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。最初に言っておこう、北斗神拳は無敵だ。さあ、それはどうですかね。私の肉はゴムのようなものでしてな、君の剣も飛行に届く前に全て肉の壁に吸収されてしまうわけです。私は今までこの体で何人もの拳法家を殺してきたのですよ。何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ、お前はもう死んでいる。何？私の肉が、